もう正直言うと営業の仕事ができるようになったらもう無双状態になるからね。ね、営業が強いですっていう人って絶対食っていけるわけでしょ。だって商品作る力なかったら商品持ってるけど営業ができない人いっぱいいるじゃん。だよね。だから営業力がある人って数が少ないんですよ。だからもうそれだけで勝負できちゃう。商品を作れる人とか、商品を売りたい人って死ぬほどいるじゃん。でも営業力のある人の人材の数が少なすぎるんで、これはもう勝ちやすいですよね。でもその営業力どうやったらつけられるんだっていう質問ですよね。これ、まあ、簡単じゃないとは思うんだけど、やることは逆にあんまりたくさんないかなと思っていて、営業力の身につけ方っていうのは、仮説検証の繰り返しですね。営業力って仮説検証の繰り返しの両稽古しかないと僕は思います。最初からうまいとかないと思う。たまにいるけどね、営業職始めていきなりトップ取る人。でもそれね、その人仮説検証を営業やる前からやってた人です。それは友達を作るとか、部活のキャプテンをやってた時とか、まあある人は異性を口説く時とか、あらゆる仮説検証を営業職をやる前にやってたんですよ、その人は。それが営業職という天職に巡り合って花開いて、初月から日本一を取ってるだけで。素人じゃないです。仮説検証の玄人さんなんですよ。営業職に会ってすぐに結果出る人って。まあ今は親しくさせていただいて、朝倉千恵子先生。あの人は営業職、営業経験全然ないところから、もう借金まみれになって、2000万ぐらい借金あったのかな、シングルマザーで。で、どうにもなんなくなって大嫌いな営業職に就いたんですよ。でもね、まあやっぱシングルマザーって強いよね。この子たちを食わせるためにはって、初月から日本一ですね。で、日本一以外取ったことないって言っておっしゃってました。でも営業は一番嫌いだったって言ってましたね。やっぱ守るべきものを持つとなんか異常な力が出るんだろうね、特に女性の場合はね。まあ、お子さんって、旦那を守るとかどうかわかんないけど、お子さんを守るときの母親パワーって意味だよ。女性っていうよりも母親パワーってやっぱ偉大なんだなと思うんですけど。でも、おそらく朝倉千恵子先生は営業職やったことないだけで、コミュニケーション達人だったと思います。水商売のママとかもやってたんで。やっぱそれって仮説検証を繰り返してるんで、非常に強いですよね。仮説検証しかないと思う。だから、僕なんて、マクドナルドで25年働いてて、マクドナルドって営業ないんですよ。そうそう、接客とかオペレーションもありますけど、なんか、マクドナルドのハンバーガーを売り込みに来た営業マンに会ったことあります？この度、てりたまがそろそろ始まるんですけど、今期、この秋いかがでしょうかとかないもんね。そうだよね。おすすめぐらいはあるよ。お客様に、ご一緒にマクレバトルでいかがでしょうか。あんなら別に営業でも何でもないわけでしょ。ただのこうマニュアルにしとけばいいだけだから。だから、まあ、鴨頭義男って営業経験ゼロで43歳で独立したんですよ。でもまあ、速読スクールをやればフランチャイズでぶっちぎりの1位だし、自分のことを売り込んで今やね、これだけの、まあ、1人で年商7億から10億売るわけですからね。異常な営業力ですよね。じゃあどうやってそれ身につけたんですかって言われたら仮説検証ですね。マクドナルド時代で言うと、僕ぐらいじゃないですかね。スカウトをバンバンやって業績出してたの。多分、マクドナルドのアルバイトが全然足りないって言った時に、この話聞いたことある人もいるかもしれないけどね。原田さんが社長の時にね、採用が、まあ、売上が2桁伸びてたんですよ。売上が2桁伸びてるのに、アルバイトの人数の増加が2桁になってないと。これは売り逃しをしていると。もうおっしゃる通りだよね。普通はね、売り上げ上がったらイエーイとかなんだけどね。原さんももうイエーイとかないから、いつもこう、いつも怒ってますからね。でも見つけられたんですね。あの人は MBA とかも取るような数字とかも大好きな方なので。売り上げの伸びと社員の才能の伸びが一緒じゃないってことは売り逃しが起きてるはずだ。おっしゃる通りですね。もう店ぐちゃぐちゃでしたから。で、その時に人事部に対して、もアルバイトの採用を2倍にしろっつったわけですよね。その時、4万人ぐらいしか採用できてなかったんで、年間で。8万人取れって言ったんですよね。だから人事部が、やべえって、原田社長が怒ってるって焦って、いろんなアクション取って、何が起きたかっていうと、採用コストだけが2倍になったっていう。採用人数は変わらずに。で、原さんがブチ切れて、ふざけんなっつって、で、まあ当時、一番まあ数字を出してて、原さんに信頼されてた、信頼されてた、異端児扱いされていたボス、藤本隆宏さんに白羽の矢が立って、藤本さん、あんたがやってってなって、
もちろん足があったら変わりますけど条件がありますよ原田さんつって、なんだ鴨頭をくれつって僕はそこのチームに入って、でまあ原田さんから言われたのは採用人数2倍採用コスト2分の1期限は1年間っていうオーダー でそれを4人でやれって言われたんですよね。4人のプロジェクトチームですよ。実際動くのは店舗の人みんな動くんでアルバイトの採用だからね。まあ結果10ヶ月で解散したんですけどね、まあ、達成したので。でその時に僕が一番やってたのは採用コストを使わないで採用するっていうことだったんでスカウトしまくったんですよ。来てるお客さんを採用するんですね。マクドナルドお客様14億回来てますから。でアルバイトが足りない店っていうのは売り上げが高い店ですよね。お客様の数多いんで、うん、そこで取ればいいじゃないかっていうの。マニュアルを作って、マニュアル DVD も作って1600店舗にそれを配布して現場でスカウトを教えてたんですよ。で僕個人的なことで言うと多分声かけたのは5000人以上声かけてます。歌舞伎町の路上とか秋葉原の電気街とかでもやってました。池袋でも新宿でも、日本全国大体人手不足になるような街では僕は街角に立ってスカウトやったことがあります。まあそれで実際に採用したのは多分僕一人で100人から200人ぐらいだと思うんで、でも5000人に声かけてなんてまあせいぜい50人に1人とか25人に1人ぐらいしか採用できないんですね。つまり仮説検証5000回やってます。しかもアルバイトしないかっていう仮説検証なんでかなりハードな、そんな簡単に売れませんからね売れませんからねっていうかお前の命の時間くれやんみたいなことをいきなり路上に立ってやるわけですからね。相当ハードな環境なので僕にとってこれは営業の最初の仮説検証の、まあ、分かりやすい事例だったかなと思います。もちろん友達が作りたいとかそういうコミュニケーションも頑張ってたけれども、そんなことよりもこのスカウトしないと自分はもう会社としては、ね、プロジェクトメンバーとしては仕事にならないので、こう命かけてやってましたから、そういう、こう経験ってすごい大事だと思います。まあ、ただ、仮説力が鈍い人と仮説力が高い人とでは経験になる量が変わります。要は漫然と営業してても実は営業力つかないです。なぜか仮説力が弱いからですね、うん、例えば、今のスカウトの例で言えばいきなり声をかけても、東京の女の子は怖いから避けて、例えば歌舞伎町とかで僕スカウトしたんで、歌舞伎町ってめちゃくちゃいるんですよ、風俗とかのスカウトマンが。あの新宿スワンですよ。やつらがいっぱい立ってるわけじゃないですか。でもうスピーカーでガンガン流れてるんですよ、スカウトには気をつけてくださいみたいな、通報してくださいとかって、そこでスカウトしてるからね、うん、さあどういうふうにしなきゃいけないかというと、まずマクドナルドのユニオン着てないとダメですね。あ、それからいきなりスカウトしちゃダメですね。でアンケートとかを作るわけですよ。あ、今ちょっとマクドナルドですけどアンケートしてるんですけどよろしいですかとか言って、でなんかあのマクドナルドには月に何回ご来店されてますかとか、好きなハンバーガーはどんなハンバーガーですか、テリヤキマクドが、ああ僕もテリヤキ好きだよとかみたいな感じでこうやっていって、で最後の最後にアンケートが終わったらそのね、あの無料券とかプレゼントして、あ、ちなみにあの今なんかねこうアンケートを見てアルバイトとかされてるんですけど、あ、カフェかなんかですかとか言って、あ、カフェです、やっぱりだって感じいいもん、あなたみたいな人いたらそのカフェとか通うなっていう、わ、分かった分かったとか、ね、ちなみに週何回ぐらいやってんのとか、あ、週3回ぐらい、あ、本当、あ、でも店長にも信頼されてると思うな、あ、ちなみに今マクドナルドであのこの店がねちょうどあの笑顔の接客日本一っていうのを目指してて、あなたみたいな笑顔が素敵な人ぜひねあの働いてもらいたいなと思ってるんだけど、あ、でもね今のカフェでのお仕事も楽しいわけだよね、できっとね君ぐらいだったら店長にも信頼されてると思うので絶対そこ辞めないで、でもね週に1回マクドナルドで働いてみない、マクドナルドはマクドナルドで、まあ、1年間にね6万人採用して17万人のアルバイトさんが働いてるっていう会社だから、例えば人材育成のノウハウだったりとかマニュアルだったり、やっぱり大企業ならではのメリットもあって、そういうのを君がもし学んで今働いてるカフェに持ち帰ったらきっとまたそのカフェでもすごい信頼されると思うんだよね。で僕は僕で、うちはうちであなたの笑顔が入ったらうちの子たちにも刺激になってメリットがあってお互いにメリットがあると思うんだよねみたいな感じでスカウトしていくわけ。それは仮説検証を繰り返さないとこういうふうにならないじゃん。今はバイト募集中なんですとか言っちゃうわけよ、仮説検証、仮説力が弱い人は。そんなのいきなり新宿の歌舞伎町でおっさんに声かけられたら怖くね。確かに、うん、絶対こいつマクドナルドじゃないと、もう本当はヌクドナルドなんだろうな絶対疑われるわけじゃんか。そういうふうに信頼を積み重ね、しかもその話は路上ではしないみたいな、
とりあえずハンバーガーの作り方とか今店内で作れるんだけど作ったことあるとかって、いや作ったことないです、あ今ね作れるキャンペーン中やってるからさ15分時間あったらちょっと作ってみようとか言って店内で実際に作ってもらって自分で作ったハンバーガー食べてもらってどうとかって、美味しい、やっぱり自分で作って美味しいでしょとか言って、でそれ終わった後になんかマクドナルドの、客席から見た時の印象と中に入った印象ってどんな違いがあったか教えてもらえないかとか言ったら、あなんかこんなにみんな生き生き働いてて、そうなんですよみたいな感じっていうふうに仮説検証を繰り返していくから営業力が身につくっていうことなので、その量ですね、とにかく。だからこれいい意味なんですけど、仮説検証の繰り返しをする量を増やすことによってレベルが上がるんだけど、仮説力を高めるためには実は勉強が一番効果的なんですよ。仮説力って、想像力みたいな素材のようなの量なので、でこれ一番いいのは、例えば今の僕の話聞いて、ああなるほどとか言ってちょっと増えていくじゃんか。でこれを勉強するためには営業の本死ぬほど読むといいですね。僕マクドナルドでスカウトするときに買ったの営業の本でした。営業のちょっとむずいやつで僕はスカウトのトレーさんで、お客さんのお金もらうんじゃなくてお客さんの時間をもらうわけだからね。ちょっとレベル高いじゃないですか。ということは最低営業できないとダメなんだろうなと思ったんで、営業の本を買い漁ったんですよ、初めて。それすごい役、仮説力のだよ。でも営業の本に書いた通りやってもうまくいかないんだよ。こっちはマクドナルドだしスカウトだし、向こうは中高生だったりするし、まあ、時には大人の人の時もあるけどね。だから全然なんか営業つっても、なんか百科事典の営業のノウハウがそのまま使えるわけじゃないから、でも抽象化すると使えるものがあるわけ。そういうものを勉強するためにビジネス書めちゃくちゃ読みましたね。だからまあ営業力を磨きたかったら、まあ営業に関するビジネス書100冊以上読んで、営業のセミナーもまあ30本ぐらいは行くといいんじゃないですか、目安としては。だから営業のビジネス書100冊、セミナー30本、それぐらい受けに行ってください。以上です。せーの、いいね。ビジネス力を学び続ける、磨き続ける、長期的に成長したい人にぴったりなオンラインサロン、それがカモビズです。カモビズで仲間になってビジネス力を高めていきましょう。いいね、いいね、いってらっしゃい。